ストックホルムの街角に立つ二人の人間広告等。一人はプラカードを持ち、もう一人はサンドイッチボードを身につけている。人間広告等を広告する人間広告等。2012年、オーストラリア、メルボルン。背負っている看板はバックライトが仕込まれており、複数の内容を交互に表示することもできる。19世紀のロンドンにおける 人間広告塔を描いたジョージシャーフによるイラストレーション。右から三人目にサンドイッチボードを身につけた者がいるが、たわみなプラカードを掲げている。人間広告塔は広告を身につけている人物。最も一般的なのは何らかの広告看板を持っているか身にまとっている形態である。英語圏の広告業界では看板持ちは人間方向指示器を意味するヒューマン。 ダークシャノルズとも呼ばれ、また交互的にサインウォーカーズ、サインウェイバース、サイントワーラースとも称され、イギリスにおいてはサンドイッチマンとも呼ばれる。彼らは人々の注意を引くため看板を持ってぐるぐる回ったり踊ったり,ったり得意な衣装をまとったりする。人間広告等が持ち歩く広告の形状としてはプラカードやサンドイッチボードのほか。 上り端た状のもの、さらには何らかの機械仕掛けが仕込まれた表示装置まで様々なものがある。また、衣服として広告を着用している場合や、極端な例では体に直接入れ墨として広告を入れている場合なども含まれることがある。また、特に物理的に広告看板を身につけていなくても、ある人物の発言や行動が特定の企業や、 商品の広告として機能するような状態になっている。有名人のことを因縁として広告塔というが、そのような有名人を指して人間広告塔と呼ぶこともある。人間広告塔は何百年もの間利用され続けてきた。19世紀のロンドンでは広告ポスターが課税対象とされ、ポスターを貼れる壁面空間の争奪が激しくなったことを反映して、 人間広告塔が盛んになった。ピュックラームスカウコーは1820年代のロンドンにおける人間広告塔について次のように書き記している。かつて人々は広告を貼り出すことだけで十分満足していたが、今や広告は歩き回っている。ある男は普通の帽子の高さの3倍はあろうかという広告を貼り付けるための帽子をかぶっており、そこには 大きな文字で、長靴一足十二シリング価格保証などと書いてある。さらに、広告看板を持つだけでなく、サンドイッチボードを身につけたものもいた。チャールズ・ディケンズは、こうした人間広告塔たちを貼り合わされた二枚の板の間に挟み込まれた人間の肉体のかけらと表現した。1823年半ばのタイムズ紙の記事は、こうした人間広告塔が、 ロンドンで生み出されたものであるが、ロンドンでは馴染み深い二足歩行の広告が当時のパリでは新規なものであったことを伝えている。パレロワイヤルや近隣の人通りの多い通りを歩き回るある男はその背中を覆うような大きなプラカードを背負い、前面には膝まで及ぶもう一枚が下げられている。そこにはロンドンとパリを結ぶ 新しい長距離馬車の告知が書かれている。背中に背負っている方にはフランス語、前面の方は英語で書かれている。フランス語では、このこれといった特徴のない生き物、この歩くプラカードマイナスを、エル・オム・フィッシュとか、二足歩行の広告と呼んでいる。1839年にロンドンで施行された、私有不動産へのポスター貼り出しの禁止措置は、 人間広告等の利用を急速に拡大させた。人間が広告看板を持ち歩くことが新規性を失うと広告する側は人目を引くためにテーマについての多様なバリエーションを生み出し同じ広告を持った人間広告等のパレードや人間広告等にとんでもなく奇妙な衣装を着せるといったことが行われた。方向案内の看板とそれを補う衣服の広告。 人間による方向案内は特に歩行者の交通量が多いところで今も広く見受けられるが自動車の交通量が多いところでも見受けられる。校舎の場合、広告されている場所へと交通の流れを誘導すべく看板はしばしば矢のような形をとる。カリフォルニア州レイクフォレストのアイショット社は矢印型の看板を用いた現代の回転広告を発明したと称している。 現代の人間による方向案内は注意を引くために指一本で看板を回したり、看板を空中に放り上げたり、振り回したり、馬乗りになって見せたりと様々な工夫を施している。また別のカリフォルニア州の会社である RO ア,ーーアドバタイジングは雇用者たちをブートキャンプで訓練し、また特徴ある動きを数多く特許申請している。しかし、 こうした注意を引きつける技法は、運転者の注意をそらしはみ運転を助長するとして、行政当局から批判され、結果的に数多くの都市が看板を回転させることを禁じている。エンラージメディアグループや、ジェットメディアなどといった会社は、看板の回転よりは運転者の邪魔にならないようにした、人間による方向案内をサインウォーカーとして提供している。アリゾナ州では、 サインウォーカーにも規制が課せられたため、同州最大の人間広告等の事業者である、Z メディアプロモーションズがスコッツデール市当局を訴えた。同社のオーナーは、こうした広告手法を禁じることを違法とする立法措置を進めるキャンペーンを展開し、立法化に成功した。看板を回転させる技法の導入以来、人間による方向案内への需要は顕著に高まった。 気候が温暖な場所では看板持ちの仕事は一年中可能であり、その効果は十二分に示されている。例えば2006年10月にカリフォルニア州モレノバレーにおける新規に開発された住宅地のモデルハウスを訪れた3600人のうち8%近くは人間による方向案内を頼りに現地へ到達していた。フロリダ州のエンターテイメントファクトリーは 中中央部のいくつもの成功している企業に人間による方向案内を提供している。中にはこれを唯一の広告手法としている顧客もある。当然ながら19世紀のロンドンにおける状況と同様に人間による方向案内が徐々に当たり前のものになって効果が薄れていくのではないかという危惧もある。合衆国では独立したあるいは チェーン景の納税調整サービスの事業者が雇った衣装を着たサインウェーバーたちが個人所得税の申告締め切り日である4月15日が近づく時期になると季節的に登場する。その衣装は一般的には自由の女神像かアンクルサムである。この現象は近年の21世紀に入ってからの傾向であるがますます一般化し競争的になっている。 サインウェーバーたちは、合衆国では、ハロウィン関連商品を扱うポップアップストアのように、一時的にしか存在せず、毎年場所も変わり、従って常設された店の看板もなく、口コミで顧客基盤を徐々に構築する時間も、地図サイトのサービスに表示されることもない事業者たちに、広く採用されている。こうした人間広告等たちは、 店側から提供されたハロウィーンの衣装を着用していることも多い。衣服の上に広告を載せる手法も長く用いられており、T シャツは特に人気が高い。もともと T シャツは1930年代に下着として開発され、一般的にアウターとして着用されるようになったのは1950年代以降とされている。しかし、早くも1930年代には、 広告手段として用いられており、1939年の映画オズの魔法師の宣伝に使われたものは、今やコレクターズアイテムとなっている。1948年、アメリカ合衆国大統領選挙においては、候補者であったトマス・イ、e、ー・デューイに言及した、デュイット・フォー・デューイと記した T シャツが用いられたが、こちらは今やスミソニアン博物館の収蔵品となっている。以降、 T シャツは、あらゆる種類の商品やサービス、政治的メッセージなどを広告するために、用いられるようになっている。背面や側面に広告が入った街灯の例。2014年12月、吉祥寺駅付近で撮影。T シャツだけでなく、街灯類など、アウターとして着用される衣類は、広告手段として用いられることがある。最新のトレンドは、 衣服上に動画を載せるという手法である。その最初の試みは、オーストラリアで開催された、ラグビーワールドカップ2003の際に、小さなテレビ画面と DVD プレイヤーを組み合わせた、テラパックスという仕掛けを仕込んだ T シャツを身につけた、テルストラガールズたちであった。これは、2004年には、アドバー、ウェア、T シャツ TV といった名称で、アメリカ合衆国にも導入され、映画、 アイ・ロボットの広告で初披露された。日本では2000年代からモニターなどを装着した人間広告に映像を流しながら街頭を歩かせる取り組みが行われるようになり、2003年にはサントリーがヘルメット上に13インチ画面を装着したモニターマンを登場させ、2007年にはユニデンが胸部19インチの画面を装着したユニデンマンを登場させた。 1999年、雑誌、バイブは、次の1000年期には、入れ墨でブランドを広告する人々に企業が広告料を支払う時代になると予言した。2001年3月、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手、ラシード・ウォーレスは、広告会社フィフティールビーズ・マーケティングから、キャンディ会社の商品を広告する入れ墨を入れることを提案されたが、これを拒んだ。しかし、 その一月後、リンカーアンライトニングのチアリーディングをするハイボルテージダンスチームが肌を露出した上腹部に2インチ ×4 インチ台の一時的なタトゥーシールとして地元企業の広告を入れた。2001年9月、プロボクサーのバーナード・ホープキンスがフェリックス・トリニダードとのタイトル戦の際に10万ドルの報酬である有名なオンラインカジノを広告する一時的なタトゥーを背中に入れ、 ブロスポーツ競技においてタトゥー広告を行った最初のアスリートとなった。6ヶ月後には同じ会社がテレビ番組セレブリティボクシングの出演者を使って同じような広告を行った。この会社の取り組みは直ちに消費者団体などからの批判を浴びた。しかしこの試みは成功し番組放送後にカジノのサイトへのアクセスは2倍に膨らんだ。 その後もこの会社は一時的なタトゥーを用い、2003年のゴルフ全米オープン選手権にトップレス姿の女性を登場させたり、同年のテニス全仏オープンや UEFA ヨーロッパリーグ決勝戦にストリーカーを登場させた。永久的な入れ墨として広告を入れて報酬を受け取ったとして記録に残されている最初の事例は、 ジム・ネルソンという22歳の人物で2003年に自分の後頭部のスペースをホスティングサーバーのサービスを行っている会社 CI ホストに7000ドルで売却した。この広告が実施されて以降の6ヶ月でこの入れ墨は同社の500件の新たな顧客を呼び込んだ。2005年、アンドリュー・フィッシャーは自分の額のスペースを eBay でオークションにかけ、 最終的に30日間の広告掲載を37,375ドルで売り、かんばしくない形で世界的に名を知られるようになった。これ以降、タトゥーによる広告はそこそこ一般的なものになり、数多くの会社が同様のサービスを提供するようになり、トヨタ自動車のような大企業もこの手法を用いるようになった。しかし、グローブメール紙の報道によると、 体の一部を広告用に提供しようという人は、そのような広告をしようとする会定よりも多いとされている。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の運動の中で、エリック・ハーツバーグというプロレスラーは、メディアの注目を集めるために、ミッドルムニー陣営の R のロゴタイプを右のこめかみに永久的な入れ墨として入れた。ハーツバーグは、イーベを介して、 タトゥーを入れる提案をされ、匿名の共和党支持者と契約して1万5千ドルを受け取った。これは、ロムニー陣営との正式な選挙活動との直接的なつながりはなかったとされる。当初この入れ墨をそのままにしておくつもりだった。ハーツバーグは大統領選挙で敗北したロムニーの選挙後の発言に失望し、このデザインを除去することを決めたが、それでも入れ墨を入れたことを 後悔はしていないとも述べた。buimyface.com は、ケンブリッジ大学の学生だったロス・ハーパーとエドワード、モイセワスが5万ポンド近い学士ローンを支払うために作ったウェブサイトである。このサイトでは、毎日2人がロゴタイプやそれに変わる図像を顔に書いて、旅行したり、様々な活動をしたり、スポンサーがついた場合にはスタントをしたりする様子を、 肖像写真として掲出していた。一年間にわたって続けられた。このプロジェクトは2011年10月1日に始まり、終了までにローンは完済したと報じられた。NCISLA 極秘潜入捜査班のシーズン4第11話、東南ではマーティディークスが看板回しに扮して潜入捜査をする。ハワイ5-0のシーズン5第10話、夢破れてでは、 ジェリー・オルテガが看板回しとしてカメコナに雇われる。ありがとうございます。